あの空を覚えてるは、ジャネットリー・ケアリーチョの児童文学。現代は、ウェニー・ハズ・ウィングス。2003年2月に、ポプラ社から和訳版が刊行された。また、舞台設定を日本に変えての映画が制作、公開された。2007年秋に撮影が行われ、ほとんどのシーンが岐阜で撮影されたものである。家族が住む家は、イラストレーター。 松山隆の自宅を借りて撮影が行われた。10歳の栄治は、ある日、妹のエリナと共に事故に遭う。エリナは命を落とすも、栄治は命を取り留めた。栄治は、悲しみに暮れる両親を何かと励まそうとするが、父の正人はいつまでも悲しみに心を閉ざすばかりだった。家族が再生していく姿を、栄治の目線から描かれている。途中、 エリナが生きていた頃の幸せそうな家族の様子が幾度となく登場する。斜線括弧内は原作における名前。企画はサンダンスカンパニーの木村のりお。ソニーピクチャーズエンターテインメントと企画、制作の業務提携を交わしていたサンダンスカンパニー代表の古沢敏夫が木村に勧められて原作を読み映画化を決めた。集営者文庫で ノベライズが発刊されたが、まるっきり本作と異なったストーリーが展開されている。ありがとうございます。